日本キリスト一致協会は日本にかつて存在した改革派協会、長老派協会、ハイデルベルク信仰問答、ウェストミンスター信仰基準、ウェストミンスター小距離問答、ドルト信仰基準を信仰告白とした。日本キリスト一致協会という協会はカルバン主義的背景を持ちアメリカの南部及び北部のブレスビテリアン協会、 アメリカ・オランダ改革派協会現在は、リフォームドチャーチーンアメリカ、略称、RCA や合衆国ドイツ改革派協会、それに、スコットランドのブレスビテリアン協会等の諸教派を合併した協会であった。これらの諸教派は、日本における福音伝道には共同してあたり、改収者をすべて日本キリスト一致協会に加入せしめ、 各教派の宣教師たちは日本を地理的に分割して伝道を担当していたのであった。日本キリスト公会を継承し、1877年10月3日に設立された。教会級、会員623名、教職志願者25名。1879年12月24日の朝に上村正久が昼に押川正義。 イブカカジノスケが、夜に、田村直進が暗種令を受け牧師となった。日本の霊明期プロテスタントの指導者を輩出した。長老性を取り、仲会の権限が強かった。会期を厳正に行う教会であった。日曜日を安息日として守り、これを怠ることも会期理由となった。日本キリスト一致教会は1890年に、 成立の日本キリスト教会に継承されたが、日本キリスト一致教会の厳格な信条主義に対し、日本キリスト教会は、簡易信条主義である。公開主義の支持者からは、この日本キリスト一致教会で、公開主義が後退したとみなされている。ありがとうございます。